マックスさんを倒すために3つのデカ盛りを用意しております。商店街総出で作りました。はい、ありがとうございます。インドカレーとミシュランのとんかつが融合した麹屋商店街夢のコラボメニューです。デカ盛りハンターに勝つ爆盛りミシュラン勝つカレー丼です。いただきます。どうやって食べよう。とんかつ行ってみますね。うおすごすぎ。いただきます。やらけーうめー。ちょっとだけお塩欲しいです。僕もしあったら。なかったら大丈夫です。うん、まっ、うん、いや、これほんと美味しい。とんかつじゃないみたい。すごくないですか、これ。これ、とんかつの食感じゃないですよ。はい、もうすんごい、ほんとに。これ多分歯茎だけで食べれます、このとんかつ。ありがとうございます。ちょどうしてもお塩で行ってみたい。ですよね。ちょっと食べますね。スピード目でガンガンいっちゃいますわ。うん、美味しい。なんだこれ。なんかソーセージみたいな。シシカバーブというものでございます。シシカバーブです。おいしい。ちょっと香辛料が効いてる。スパイシーな、うん、でも口当たりは意外とマイルドですね。うん、美味しいです。食べやすいですね。うん、結構多いな。おいしい、おいしい。やばい、10分以内に食べないと。やばい、やばい、やばいです。一つはバターチキンカレーというもので、あともう一つのはほうれん草のほうれん草のみのグリーンカレーでございます。もう一つのはひよこ豆のチャナーマサラというカレーでございます。めちゃくちゃうまい。うん、まっ。うん、あれこれご飯なんか色がついてますけど、何ですかこれ。これは結構インドとかネパールの方で結構有名のビリヤニというものでございます。チキンビリヤニというもので炊き込みご飯です。うん、確かに。ちょっと行ってみます。赤うま、めっちゃうまい。え、
信じらんないぐらい美味しい。あのとんかつの脂身の甘みとこのバターチキンカレーの甘みまた別の甘みなんですよ。この甘みの相性がまたすごくいいんですよ。だからただ甘いってだけじゃなくてなんかね深みのある甘みっていうんですか、めちゃくちゃうまい。次これほうれん草ですかね。粘度が高めな感じですけど、いってみます。ハイパーうめえ。これね、グリーンカレーはやっぱりそのほうれん草ですか。これ野菜のこう旨味がギュッとしてるんで、この豚肉、お肉のこの旨味と相性がめちゃめちゃいいんですよ。バランス神がかり的に美味しいです。あ、やばいやばいやばい。これ最後のカレーいきます、はい、これなんだろう。これはひよこ豆のカレーでございます。ツナマサラというもので、ひよこ豆、日本であまり売られてない。このとんかつ の優しいこの甘みっていうんですかね、これを邪魔することなく豆のうまみがガンってくるんで相性バッチリ、バッチリ、やばいやばい。最後の食事いっちゃいます。いやーすごいですね。麹屋名物唐揚げパスタてんこ盛りメガイタリア丼です。実はこれで終わりじゃないんです。おお、最後の仕上げお願いします。こちら若鳥の半身揚げになります。20分で目標20分。いただきます。お肉から攻めずに周りから攻めます。まずはこの刺さってる餃子、でかっ。いただきます。タレとかいらない、中の種の味が濃くてめちゃくちゃ美味しい、なんだこれ。うちの店は一応焼きと揚げて関西風と、こっちで言うと銀だこさんみたいな揚げだこで。
両方あって、今回はその揚げの方で。これかなりあの食感がこうカリカリとトロトロと、あの両極端に中と外で分かれてて、あの美味しいだけじゃなくて楽しいですこれ食べてて。おいいきたいと思います。あっ、これ揚げたてですか？めっちゃ美味しそう。うまーい、うまーい、めっちゃ香ばしい。トマトのジューシー感がすごいいいですね、これめちゃめちゃ合う。一人で食べれます、うん、全然一人で私も食べちゃいます。いや、嬉しいですね、美味しそうに食べてもらえると、これね、ほんのりなんか塩味っていうか、なんか効いてるんですよ。またそれが、なんか鶏の旨味を引き出す味付けというか、もう絶妙です、これ、ほんと美味しい。揚げ物も肉も大好きなんですけど、大食いってなるとちょっとだけ苦手なんですよ。またこのソースがどっちも合うわ。おいしい。ちょっとサーモンいきたいと思います。うめーうめースモークですね、これは。あ、ほんとだ。これパスタなんすか、この丼。今出てます。多分大食いで一番苦手な食材パスタなんですよ。パスタになると極端に僕弱くなるんですよ。
ちょっと不安です。ご飯とか、まあ、お肉とかって食べても勝手に落ちてってくれるんですよ。だけどなんかパスタってなんかね、自分でね、なかなか落ちていかないんですよ、僕の場合。なんかこの辺にちょっといるみたいな。なんでちょっとね、僕ね、苦手食材です。ちょっと一旦逃げます。わ、うまい。やばい。次エビいきます。おいしい。エビは小ぶりながらかなりプリプリ度がしっかりしてて、とても美味しいです。パスタいきます。これね、こうやってやればやるほど増えるんですよ。僕分かってるんですよ。デカ盛り慣れてるんで。増えたでしょ。でも美味しそう。いただきます。超うめえ。で、おそらくなんですけど、多分これ生麺だと思います。いかがですか。もちもち度がもうレベルが違う。めちゃくちゃうまい。このもちもちマジでうまい。なんかある。何これ。チーズ。すいません、モッツァレラチーズめくったらなんか赤いの出てきました。ちょっと待ってよ、これ何これ。ナポリタンです。あ、でもめちゃくちゃうまいな。うまい。やべ、15分いった。
この間に挟まってるチーズが意外とフレッシュで、重いかなと思ったら逆に軽くていい口直しになったんですよ。そしてこのナポリタンマジで超うまいです。なんかいわゆるトマトケチャップのガーンっていう感じはまたちょっと違くて、どっちかっていうとなんかホールトマトの感じっていうんですかね、ちょっとライトめなトマトソースっていうかにこのもちもちの麺がすごい合う。うん、いやーすごいね。これからが勝負です。小千谷商店街のデカ盛り大将、爆裂無限肉づくし丼です。これは絶対にアウトですよ。いただきます。メンチカツですかね、美味しい。うん、うわ、肉汁がすごい。手作りで最初は大きくて作ったんです。食べ応えがすごい。なんかお肉で挟んでる、野菜で挟んでるハンバーガーみたいな感じですね。肉があって、うん、だいぶいい。なんで今一口で全部食べちゃったんだろうと思いました。ちょっとずつ おしんこみたいに食べればあれ。ハンバーグの重さじゃねえ。これ鍛えるやつだよこれ。
おいしい。あ、ピリ辛のなんか、あ、結構辛い。さあ、こちらは焼き。肉って本来であれば一番最初にやっつけなきゃいけないメニューなんですよ、はい、これが最後に来るってめちゃめちゃ正直大食い選手にとってきつい展開。8位ぐらい。あ、これ米があるんだ。あ、これマジでクリアする方法でいいですか。先にちょっと肉やっつけます。国産の黒毛和牛、肩ロースの希少部位で座布団っていう、ギブアップしてもいいですよ。
ず大きいグラスでもらっていいですか。食感が違うんで。ステーキはミスジになります。
美味しいですよ。頑張れ頑張れ。会長見せてください。おー